はい、インディーズバンドロブさんのリーダーことボーカルのランです。ルーメイトの皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ということで今回なんですけども、はい、まあこのルームさん、ね、はい、8年もう9年目入っておりますけども、まあこれもね、はい、ランさんのおかげでやってこれたなっていうことをね、ここでちょっと改めて急にどうなしたんですか。ちょっと急に気持ち悪いこと、気持ち悪いでしょ。どうなしたんですか、コウさん。ちょっとね、タイムアセットせんの、何分喋ってるか分からへんな、はい、そう、掘ってたら30分も喋っちゃうんですよ、ほんまにね。そうそうそう、なんすか、私のおかげで。あのね、なんでこのランさんのおかげでこんだけ続けてこれたかっていうのは、はいはい、あのね、この人ね、はい、安い女なんすよ。ちょっと言い方ですよ。え、どういう意味で安いのか、私。え、どういう意味ですか、それ。はい、あのランさんが安い女っていう話をまあしようかなと思うんですけども、はい、どういう意味で言ってた、この人ね、あの常に金かからないんですよ。あ、あのもうそのまんまの通りのあれですね、はい、そうですね。僕もいろいろ今まで見てきたんですけども、はいはい、その中でも結構1位ぐらいの、1位2位を争うぐらいのお金をかからない人やなと思いまして、女性の中ではね。は、うん、ははは。バンドマンって見え張りたいじゃないですか。まあまあそうですね。ちょっとええ格好したりとか、ええとこ行ったりとかして、なんかで、プロモーションビデオ撮りたいとか、写真撮りたいとか、うんうんうん、アーティスト写真っていうやつ、はい、あーシャイいうやつですね、あシャイでそれを撮りたいとかいう人が結構おって、それにお金かかったりとか、一人でやってる女の子でもそれにめっちゃ金かけてる子おるやん、はい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 、自分をよく綺麗に見せるために、まあまあ必死ですね、盛るために、え必死です、ね、正しくは綺麗というか盛るために、お金をつぎ込むようなもんで、で、飯食いに行ってもおしゃれなとこ行きたかったりとか、うん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 、あるじゃないですか、うん、息のええとこ行ってね、この人ね、全くそういうのないんですよ。だってもう公園で惣菜買うてシート引いて食わしとって それで楽しいって言うねんから。まあそうですけど、いや一番それが楽しいんですけど、私は、うん、そうそうそう、むしろそっちの方が楽しいタイプ、はい、むしろそっちの方が一番テンション上がるみたいな。だからね、お金かかんないんですよ。だこれ YouTube やっててもお金かかる人って結構大変やけど、だから僕のタイミングでお金使えるっていうのが楽なんですよ。だからはい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 、打ち合わせせんでいいじゃないですか。ああ、まあまあね、うん、で、うん、なんかええとこ行って配信しようぜとかの時は結構ええホテル取ったりするじゃないですか、はい、なんかの記念とか、ね、1万人行った時とかね、そんなんしたりできるんで、はい、これが楽やなと僕は思いまして、はい、僕のタイミングというか僕の計画でこうやってればまあそれに大体乗っかってやってくれるから、はい、その辺は楽やなと思って、これ多分ランさんじゃない女の人やったらどうなってたんかなってたまにねふと考えるんですよ。ほんならやっぱりこう、はい、周りのその音楽やってる女の子たちをこういろいろ思い浮かべたんですけども、浮かべて無理やなと思うもんな。あのやっぱりこうほら写真撮りたい、アーティスト写真撮りたいってカメラマン呼んでとか衣装してとか、はい、見栄の方に走りやん、まず見栄張る方に走りやん。そんなに大層にするもんなんですか、みんな。結構みんなしてるで、なんかそんなにも売れてへんのに MV、はあ、ミュージックビデオ作るとかってよくあるやんか、お金かけてさ。いよいよありますね。なんかその張りぼてでその見栄え、はい、写真とか動画の見栄えだけ綺麗にしてっていうのがあって、そこにお金みんな使いがちやねんけども、で普通にねランさん飲みに行く時もね、そんな洒落た店連れて行く必要一切ないんで、はい、一切ございません。私なんやったらもうガヤガヤしてるとこ行きたいですもん。そうそうそう、ガヤガヤしてるとこ普通に網焼きのね、はいはい、浜焼きとかそんなでええし、はい、あの全然全然、あの安いところでも、ね、まあ、なんならワタミでも楽しめるから、ね、ワタミでも楽しめますよ。そりゃそうですよ、あんな、まあ、いろんなメニューがあってね、うん、わわできるじゃないですか。その辺がね、僕はでもそれがあるからこう他のところにお金使えるんやなというのがあって、飯代かからへんやつでしょ、うん、私あんまりね、そのええとこ連れていかんでええし、でも友達の中でもローコストやなと思う。一回やったことあるんですよ、他の人に。なんか惣菜買ってとかって一回やってる実験してみたんですけど、はい、言葉では、うん、いいよって言うけど、はい、顔嫌やんな、みたいな。顔嫌がってるみたいな。そんな状況なんですよ。何これみたいな感じの顔されるみたいな。え、楽しいやんとか思いながら。楽しいやんじゃないですけどね、私。楽しいやん。そこの感覚がやっぱりね、ランさん女子じゃないなっていうところがあって。いや変なね、うん、なんかわけわからんもの食べに行くぐらいやったら、うん、スーパーの惣菜って最近優秀じゃないですか。そう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 、値段の割に安いっていうのがあるん で、 そうなんですよ。だからそれはもうスーパーの惣菜買いやすいの大好きですよ、私。うわー言うてくれるし、ね、ほんまでも現実そうやもんな。
何のおしゃれでなんか綺麗に持ってるやつでまずいやつなんか世の中に山ほどあるやんか。え、ありますね、ありますね。ええ、え、僕らはだからあれなんですよ、その費用対効果っていうかね、もうそのコストパフォーマンスって超考えるんですよね。これでこの値段みたいな、もうそこ一番なんで、やっぱり安いっていうのも感動の一つやもんな。そうですよ、関西人である限り、うん、こんなにいいやつがこんなに安く食べれたよって自慢したいんですよ。なんかもうね、あの関西以外の方はえそんなこと言ってって思うかもしれないですけど、うん、もうコストパフォーマンスがいいことをした時ってめっちゃテンション上がるんですよ。で人にめっちゃ言いたいんですよ。そうめっちゃええ買い物したやろ私、そうそうそうみたいな感じのね。で見え張る人って逆で高いもん買いました、ブランドもん買いましたを自慢するんだけど、はい、まあね、僕らあんまりブランド、あ、ブランドもんも興味ないよね。興味ないですね。だって結局物って勝手に壊れていくじゃないですか、うん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 、で安もんやったらそうでもないですけど、高いもん壊した時一番腹立つんで、うんうんうん、だから私は安もんをメインに買うっていう。俺もその考えで、あの機能的に問題なかったらそれでええやっていうだけ。まあそうですよね。だから見栄えもそんなに、最近のあのファストファッション結構ちゃんとしたもの作ってあるんで、なんかこれでこの値段やったら、うん、いや私ユニクロザラでいいよっていう話になっちゃうんで。ユニクロザラ、うちの家で GU もあるけどな。そうですね。だ最近のそういったのめっちゃ優秀なんですよ。優秀やな。だからもうええ服買わんでもええやんみたいな。でさ、そんな服ってさ、同じ服何十年も着ひんやん。着ないです着ないです。結局なんか流行り廃りが絶対あるんで。あるから結局 そのシーズン着て終わることが多かったりするから。だからなんか長いこと着れるようななんかコートとかそういうのはいいの買うんですけど、こういったなんかこ う普通に着るやつですよね、うん、普段着で。こんなもん別に高いもん買わんでええわっていう話で、スーツとか ね、あの会社員の人やったらその仕事行くスーツとかはちょっとええの買うた方がええでとか言うたりとか、ねね、まあ僕ね礼服昔買わされたことあったんですけど、おお、はいはい、礼服興味なくて、当時なんかその結婚してた時に嫁さんが十何万ぐらいの礼服、はいはいはい、これ買いなさいってこれ買ったんやけど、1回しか着てないんあんまり着る機会ないですよね、礼服なんかね、うん、礼服こそ俺別にそんな高いのいらんのちゃうと思うねんけど、春山とかそういうとこでね、こうでね、うん、ほんまに、なんならイオンでええよって、ね、イオンの礼服結構ちゃんと出してるよ、うん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 、高いやつはちょっと染めがしっかりしてんねんけどな、違いやねんけど、そんなん1回しか着ひんもんにそこまでコストかけてもなっていう、い僕も費用対効果、ね、コスト重視なんで、まあ、その辺ランさん今まですごい助かってんなっていうのがあってほんまにそういうとこ考えたら私もう男やな思いますね雰囲気ええとこ全然どうでもいいですよ。出てくるご飯がもうまずかった時点で雰囲気もクソもあるからいう感じなんですよ私ね。でランさんあんまり遊びもこだわれへんや、うん、そうですね、弁当持って公園行ったらそれでええやん。あ、全然です全然です。子供みたいやんか弁当持ってピクニック 公園、遊具のある公園行ってそこで遊んどいでウィー言うてそれで済むんですよ。ランさんとデートするときですごい楽ですよ多分。ほんまにね、ええとこ連れてく必要ないんすよ、うん、ほんまに。だって自分が楽しめたらもうええじゃないですか、うんうんうん、自分が楽しんだもん勝ちなんでそういうの。だ難しくて、でも男の人ってええ格好したいもん。まあこれ付き合う付き合えへんとかそんなんじゃなくても、なんかこうええ格好してええ店行こうとかするやんか、はいはい、しますね。俺も昔やっとってんけど、はい、やってましたからやってんけどやった経験からすると、その時の思い出って何にも残ってないのよ。ええ店行った、ええもん食いましたとか、お姉ちゃん連れて行きましたって言うけど、思い出がほぼ今残ってへんなって考えたら、アホなことばっかり知ってた思い出ばっかりがこう残るわけですよ。あ、そんなもんなんや人生と思いながら、まあ、意外とね、意外と金使ったから楽しいかとか思い出残るかとは違うねんなっていう、意外となんかお金で買えないもの何か経験した時が一番記憶に残りますよね。そうやねん、そうやねん、ね、そうですよね。で最近はそこ重視して、うんうん、お金で買えないものを得ていこうっていうところに、結局ええとこのレストランってその雰囲気と出てくるええ料理をお金で買ってる状態なんで、うん、そら出てくるも一流で当たり前ですよねっていう話になっちゃうんでね、うん、でもね、ランさんのそのローコスト性っていうのはこのルームさんに大きく貢献してますからね。その分その別のところにお金使えるしみたいな。そらもう別のところに使っていただかないと。だってこんな、ね、アーティスト写真撮るのに何万もと払ってたらさ、いやもたへんや、うん、たへんでも結構みんなそれやんのよ。バイトしてコンビニで一生懸命王将とかでさ、バイトして
そのお金をアーティスト写真とか MV ミュージックビデオ作るのに、まあ、でも何十万ってかかりますもんね、うん、MV 作るのにね、とかね。僕もどっちかというとその普段の感覚ってケチな方なんで、まあ、結構あの、ね、結構節約家なところありますよね。なるべくお金使いたくないっていうタイプなんですよ、うん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 、使うとき行くんですけどね、うん、ここは閉めるとこ閉めるみたいな感じですもんね、うんうんうん、いつもね。その分普段はそんなにあんまり使わないんですけど、うんうんね、うん、だからあのこういう撮影の時も昼飯ってランチ行かんと弁当買って、はい、食ってたりとか、はい、でもあれも美味しいよね、十分十分普通に弁当買ってるぐらいで、ランチ行くより手間省けるしみたいな、はい、まあたまには行きますけども、はい、うん、なんかそういう楽しみ方ができるっていうのが、だから今は非常に僕は楽しくてお金かからへんし、いやでもこの安上がりな人間ってちょっとしたことでも幸せ感じたりとか楽しみ感じたりとかするんで、めっちゃ得ですよこれ。出た得、また得出たけど、例えばコロッケ買いに行きました、ね、そのコロッケ、あ、こんなコロッケは見たことないな、一回食べてみようかって、うん、コロッケ50円のコロッケ、はいはいはい、今70円ぐらいか、70円のコロッケ食べました、はいはいはい、めっちゃ美味しかった、70円でコロッケめっちゃ美味しいやん。でもそれで30分ぐらいでもな、いけますねコロッケこれ何のじゃがいも使ってんやろとかね、ずっと言ってるからねパン粉これなんやろか言うたりとか、うん、そうなんですよねなんかもうそんなんですよ普段から。まあでもそういう風なんで、なんかああだこうだって言い合いのも楽しいじゃないですか、うんうんうん、私ねええー、とこ連れてってなんかもうドヤーいう感じでええー、もん食わしちゃったねみたいな、なんかこうされると冷めるんすよね、うん、だからランさんあれちゃう、今までその男運っていうかあんま悪かったのそこにあるんちゃう、そこの感覚がやっぱずれたっていうのもある、まあ、ずれてますね、大きいと思うね俺は。もう夜景の見えるレストランとか行ってもうんっていう感じなんですよ。いや夜景僕も好きですよ、はい、わ綺麗なと思うけど、はい、それをそ行くのええけど、それをどう楽しむかって大事じゃん。そうだからもうとりあえずこの場所君好きでしょみたいな感じで座らせて、うん、なんかこういろいろ雰囲気あることとかしたええのに、ただ飯が出てきて食べるだけみたいな、うん、いやおもんないわーいう話で出てくるご飯もね中途半端なんですよ、うんうんうん、もうこの夜景代でお金取っとんなっていう感じ。ああもうなんかあんまりやなとか思って、なんかねその、ね、多分そこやと思うねな、そのいいんですよ行くのはね、はい、いいんですよ、いいんですよ、いいんですよ、その空間とか空気、はい、その時間をどう楽しむかって考えなきゃいけないから、おもろいことを、はい、せなあかんっていうの、そうそうおもろいこと、もしくはちょっとサプライズがあるとかね、うん、そう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 、ね、そういうとこ女子ですよ私も、うんうん、そういうとこ女子なんですけど、でもなんかただ来ただけっていう状況で、いやそないに簡単な女ちゃうで私いう話で安上がりやけど簡単な女ちゃうでいう話でまあそういうのもあって、だからランさんはその男性の的なところって、はい、いや最近僕暇なんでいろいろ考え事することが結構多くて、なんでランさんってなんとこんなんなんやろなって考えた時に、あやっぱりその世間の男性とそのズレが大きいな思って世間の男性ってやっぱりちょっとそのなんかデートなんか遊びに行くってすごい、女性と遊びに行くってすごいこうね妄想を抱くんですよ。妄想ですか、うん、う妄想っていうか、キャビキャビしてほしいとか自分を頼ってほしいとか、すごいと思われたいとか、そういうのがまず大きいんですよね世の中の男性って、まあ、見え張りなんで男ってものは、うん、なるほどなるほど、うん、でもそこをランさん見抜いちゃう人やから、だからこう馬が合わんかったんやろなと思っているよね。もうなんかこういうとこ連れてきたで俺めっちゃええ店知ってるやろ、うん、みたいな感じでもう透けて見えるんですよ。で俺の場合も逆でええとこ連れていくのってもうしたくない人なんですよ、うんうんうん、まあまあ若い時しましたから、うん、そういうちょっとじゃらい遊びは、うん、でも思い出残ってないのも分かってるから記憶にない記憶にないんですよ。記憶にございません記憶にございませんだから何やろうな、今46やからこそちょっとほら若い時とか子供ぐらいの時に戻ってその時やりたかったことやりたいよねっていう、まあまあこのルームさんっていうバンド活動もそうやね、もうそうですよね、高校の時になんか、うん、あなんか俺若い時にこういうことしたかったんや、うん、友達同士でどっか行ったりとか、うん、今やったらバンドあるからバンドで、うん、ほら今度ね東京に6人で行くわけですけど、はい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 、そういうのがしたかって面白いや、みんなでワイワイこう同じバンドやってるもん同士、ね、仲間同士で行ってワイワイやって学生乗りでね、そう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 、ね、そういうことやりたかったやなっていうのを今、うん、なんかやってる感じなんですよね僕はね。ま
でもそれが一番楽しんちゃうかなって私は思うんですけどね、うん、結局なんか昔にちょっと戻った感じがするんですよ、うんうん、でランさんはこんなんなんで、はい、あんまり女子女子してないから、まあ、それにこう乗っかってくれるじゃないですか。いいいい、普通にこんなことやろうぜあんなことやろうぜとか言ってあれおもろそうやな行ってみようぜとか、なんかあんまりそのめっちゃ計画してなんかどっか行くとかあんまないけど、なんかその場その場でおもろいことやって、でしかも動画回してるから、あの、ね、大義名分があると、はいはいはい、動画を回すためにこれをやるんだっていうのでね、できるんでね我々は、ね、これもね一つのきっかけで動画があるからこれやったらおもろいにしちゃう、ね、でまたその出して反応を見たらまたおもろいなとかいろいろあるじゃないですか。ほんま私やっぱりずれてる人ですね。ずれてますねあの世間からは。ほんまにね、そらモテへんわいう話で。ナオさんね見た目ほぼやと思うんですよ。でもモテないっすよ。今はね。ナオさんもすごいお痩せになられてスラッとなられましたから。お痩せになられましたね。昔はすごい大根足で。もうねほんまにね。一回前の写真ちょっと見たらやっぱりこの膝から下が大根やった。いや大根って言わんとってくださいよ。ほんま大根とっていうぐらいの。丸い感じがしとったやつ。今なんかスラーッとなんかモデルみたいな話になってまあ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 ね、でもお痩せになられても何にも変わりません。中身はあんま変わってないな、はい、中身は変わっておりません。むしろなんかもうどん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 ガが強くなってきてるところがあるんで、うん、えらいこっちゃですよ。だから基本的にランさんお金かかんないんですよ、だからもうほんま外でなんかやるとか、お外好きやもんな、うん、お外で遊ぶとか ね、はい、なんか結構いつも公園でね、総菜あったかくなったらそれ楽しみにしてるぐらいやからな、はいはいはい、やったー言うてね、めっちゃウキウキしてるから選ぶ時からウキウキしてる。酒買っても2000円ちょっとやんか、はい、2人分でさ、はい、でもそれも値段を見て安い言うのも楽しいですよ。そうそうそう、安いっすねこれ言うて、安っていうのそう、やっぱ変ですね。それ見て安っめっちゃええやないっすか言うて、うん、ほんまに。でもそれあの例えばよそういう付き合う人とかってあんまりそれって求めへんもんな、男の人って。あなんかせっかく女できたからちょっとええ店連れて行きたいとか、確かにね、あのクリスマスとかやったらクリスマスの、はいはいはい、もクリスマスらしいとこにデートしたいっていう、はい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 、まあまあなんかちょっとええホテルのね、まあ、いいねと思うからそのズレがあんのかなとか思いながら ね、うん、だから、うん、意外と安い女の人って扱うの難しいかもしれない、男の人が。普通のことをしても喜ばへんか。そうね、実力いるやろ。実力、ね、中身のこの実力いるやんか。コスパを良くするっていうところね。結局そこを求めてるわけやね。いやそう。中身の実力、その空間、その空気、その時間を面白くできるかどうかと思うから。そう考えたらもともと演者気質やわやっぱりそこが。あの普通じゃないね、その一般のおとなしくしてる女性ではないね、その自分やっぱり演者気質ってその面白いもん求めるやんか、そこ落ちないんかとか、そうそうそうえこれ落ちどうやってつけるのみたいな、そんなんばっかり考えちゃうやろ。えこれこのままこのまま終わって書いて落ちはってなるやん。そうそうそう、でもええとこ来ました、飯食いました、うん、え他なんかないんって絶対なるんですよ。いやそんなんじゃあかんでよいう話で、うん、もうちょっと何か盛り立てるもんなんかこうないんかいないう話で、うん、そこら辺そこが難しかったやと思う。理解が得られなかったんでしょうね。そのなんかね僕らがこう楽しくやってるのはたまたまそこが一致しとるんですよ、うん、面白いもの好きなんで、ただ何回でどっか行くっていうのはあんま面白くないんですよ、うん、すぐ飽きるから俺、うんうん、同じとこ行って同じとこにずっといない人やから、うんうん、そうですね、もうええやろって、もうええんちゃう、もうええんちゃう、もうええんちゃう、もう飽きない。まあ、そこは私も似てるんで同じことができへんっていう。だってあのカフェ行きました、はい、カフェでデートで2時間折れるって言ったらちょっと無理やわ、無理やわ、うん、無理やわ。でもね結局この2人で飲みな行くじゃないですか、まあ、長いな、1回6時間まるまる喋ったことあるんだよね。ほんまにずっと喋っててずっと喋ってたよな、喋って6時間そう一日中昼は昼でまた別のとこでずっと一日喋ってた時だったもんな。ずっと一日喋ってて、もうなんかそこの店員さんもお前らいつまでおんねんみたいな感じの目で最終見とったんで、長いもんな、喋りやすと。そういう時
だけはずっと折れる感じですもんね。そうやな、しゃべる、ね、うちらはさ、こう喋れるやんか、まあ、まあこれカメラなくても喋れるんですよ。喋っとるんでこんだけね、撮影で散々喋っといて、そう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 、カメラない状態でも喋ってるんで、そうそう、カメラない状態だともっと不謹慎になる。そう、もっと不謹慎なこと言ってるんです、2人でね。ほんまにほんまにもう、ね、ほぼほぼピーしか入らないみたいな感じになるんですよ。でもこの間あの新大阪のちょっと待合のところで2人で喋っとったら、やっぱり不謹慎なこと言うじゃないですか2人で、うんうんうん、前にいてるおっちゃんやたらこっちチラチラ見とったんですよ。ほんでちょっと後ろにこう倒れて、もう聞き耳立てとるんですよ、私らの2人の会話、うん、ほんまにちょっともう恥ずかしいよ思って。もろ不謹慎やから、もろ不謹慎やったんでね。いやでもそういう楽しみ方ができるんですよね。で女の子やったら ね、そういうこといやんって言うんやけど、この人あんま言わへんから、まあ全然全然おもろいやないですかって普通に言うんでね。そう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 、まあそんな感じでね、まあそういうローコストなおかげでこのルームさんがやってこれたなっていう、まあしょうもない話になるんですけど、ね、そうですね、まあこのこれからもあのローコストで行きますけど、はい、はい、行きます。ただ僕行く時は行くからね。はい、もう それはもう知ってるんで私は、はい、これでもダンスあった方がいいっしょ。はい、いやいや、普段からちょこちょこお金こう使うより、はいはいはい、普段貧乏にしといて、はいはい、たまにええことボーンってやった方がこのこの楽さを楽しめるんですよ。このね、さあね、さあね、ウエーイみたいな感じで、ウエーイになるんで、そうなんですよ、そこなんですよ。そういうのはなんか皆さん参考にして遊ばれて面白いかもしれない。そうですね、でも緩急つけんと、そう、人生のスパイスになるかもしれません。はい、ということでしょうもない話題でございましたけど、はい、これにて終了したいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではでは、毎日見てよ。ありがとうございます。